こんばんは、平井博明です。私土曜日レッスンやってるんですが、カルテってアンケート用紙みたいに書いてもらうんですけど、苦手クラブドライバーが圧倒的に多いんです。その理由分かりました。分かりました。平井博明のワンナップゴルフ、練習方法が間違ってます。どんな練習されてます、皆さん？ドライバーって僕が多分こうだろうなっていう練習は、ドライバー持ってストレートボールを打って自分の飛距離を打つことがドライバーの練習やられてる方が多分圧倒的に多いと思う。そうですよ、練習。もう違う違う。ドライバーの練習でそれをやるとドライバーは上手くはならない。ならない、絶対ならない。ドライバーって多分ストレートボールを打つことが一番難しい。コントロールをするイコールフェースに球を乗せるってことなんですよ。今僕ドライバーが一番コントロール難しいって言ったじゃないですか。フェースに乗せるのがコントロールって言ったじゃないですか。ドライバーのロフト一番立ってますよね。サンドウェッジが一番寝てるじゃないですか。サンドウェッジは乗るんですよ。ドライバー乗んないんですよ。これなんですよ。何言ってんだお前って感じですよね。ごめんなさいね。要はドライバーはロフトが立ってるんでフェースに乗ってる時間が短いんですよ。だからコントロールしづらい。ちゃんとまっすぐにボールを整えて飛ばそうと思った時にはもうフェースのところにボールはないのよ。もう飛んじゃってるの。だからドライバーのコントロールって難しいから、フェースに乗せるために置きに行く時にフェードを打ちに行くの。それが一番ドライバーにコントロールを加えるポイントなんだよね。それで練習方法に戻りますと、ストレートボールを打とうとして、俺多分ねコースでね本当何十年ってやったことないと思う。どっちかの球を打ち分けた方が、前の動画でも言ってるけどゴルフは簡単だって言ってるんだけど、曲げたら球ってコントロールしやすいのよ。例えば10球フック打ってくれって言ったら一発もスライスは出ないし、10球スライス打ってって言ったら一発もフックは出ない、逆は出ない。でもストレート打ってって言ったらどっち出るか分かんない。ストレート出るのかフック出るのかスライス出るのか、3つどれかが出るっていう感じなの。そう、それぐらいストレートボールってアイアンでも難しい。だからそういう練習をあまりおすすめしないの。要はイメージが湧かないから。例えば練習場で芯食ってドローもフェードもストレートも出ます、それでいい人だったら俺は全然スコア伸びると思う。だけどドローを打ちたいですっていう人が、ドライバーはストレートがいいって言ってストレート打ってたら、コース行った時に芯は食ってヘアウェイ行ってたかもしれないけど、ドロー出るかスライス出るかストレート出るか分かんないって言ったら不安になるでしょ。そう、その時にやっぱりミスって出る。だから決め打ちも大事だし、球をそもそもストレートを狙わないで大きく曲げてあげたりとか、ターゲットに落とす練習っていうのはすごい大事なんだよね。だからドライバーの練習なんか、例えば250ヤードの看板に打ってくださいという練習をするとするじゃない。したらイメージとしては250ヤードにじゃあストレートって多分パッと思い描くと思う。その練習ってあんま良くなくて、250ヤードがヘアウェイ真ん中なんだったらあそこに落ちればいいだけの話なの。だそこに落とすためにはどういう球が一番確率が高いかを打ってあげた方がいいんだよね。そう、全然違うから。スイングによっても違うし、例えばいやそんな球筋なんか決まってないよっていう人は日によって違うから。そう、だから朝の練習も大事になってくるの。あ、じゃあその日出た方がその後で可能性が高いの。そう、だから俺たまにやるけど、試合中でも朝の練習場で今日はドローの方がいい、今日はフェードの方がいいって言って、じゃあそれで攻めようって決めた時も何回もあるし、それでもちろんうまくいくからね。だから無理に一辺倒にこっちこっちって決めなくても全然いい。絶対にこっちしか出ないっていうんだったらその球をイメージして打ってあげた方がいいけど、ストレート系でドローもフェードもたまに出るよっていうんだったら絞んない方がいいのよ。練習場でも絞んない方がいい。ターゲットに必ず落とすっていうイメージを練習してあげた方がいいから。だからもちろん芯食うことっていうのは大事だけども、それはタイミングだから、それが合ってないともちろん曲がりやすいから、それよりも芯食わなくたってターゲットにボールが落ちてくるようなショットを常に練習しておくことは大事、ドライバーでね。だからストレートだけ練習するドライバーショットっていうのはあんまりいい練習じゃないね。難しすぎちゃう。
そうするとそのストレートを打つ技術っていうのは多分ずっと取得できずに終わっちゃう。だからそれはあんまりおすすめしないかな。あとは使ってるクラブにもよるんだけど、例えば重いクラブ、軽いクラブ、あと捕まるクラブ、逃げるクラブってあるけど、そのクラブによっても球筋っていうのを絶対変わるから、全然ある、めっちゃくちゃある。例えばこれ今僕 ZX7 使ってるんですけど、 ZX7 と5で球質が違うから、7の方が若干ストレートフェード系、5の方がストレートドロー系が出やすいの。そうだから、それだけでも全く違うから、そうだから打ちたいなと思う方の近いヘッドを使ってあげた方がよりストレスはないよね。このヘッド使いたい、でもこのヘッドに対しての打ちたい球が逆だったって言ったらゴルフは難しくなっちゃう。だからそういうのも全然ドライバーが安定しない苦手だよっていう人に全然あるから、全然変わっちゃう。それこそね、クラブのスペックの話になっちゃうけど、例えばロフトもそうだよね。球低く打ちたいのにハイロフト使ってたり、球上げたいのに立ってるロフト使ってると逆じゃない。それがこう今上と下でやってるけど、右と左ももちろんあるじゃない。それはもうヘッドの形状によっても違うから、それだけでもね、そう球質って全然変わっちゃうんだよね。スイング単体だけ、ドライバーの練習方法だけで言ったら、そのストレートをターゲットに対して打ち続ける練習はしない方がいいっていう結論はもうこれはもう絶対かもしれないね。まっすぐがもちろん正解じゃないから、そうだからストレートを目指してた方が楽になったら俺は嬉しいんだよね。例えば250ヤードを狙って、あそこフェアウェイど真ん中ですって言って、これでいいのよ、あれでいいのよ、ハイビッグスライスで本当にあんなんで十分だから。だって言っちゃえばティーショットってセカンドショットがクラブが触れる場所にあったらスコアにはなるから、こういうとこ行かなければいいから。だから例えばじゃあ僕260ヤード飛びますって言って、260ヤードをきっちり飛ばそうとした瞬間にめっちゃくちゃ難易度上がるから。でも255から245でいいって言ったら、優しいじゃんゴルフってなるから、そう、そういう考えが大事で、意外とレッスンとか見てて練習も見てるけど、100点を求めてる人がすごい多いなっていう印象がある。80点台を出し続けたら70台は絶対出る。だからそういうゴルフっていうのが練習の仕方で十分変わるから、アイアンはフルショットする無理をしたりねするけど、縦距離もあるから、もちろんドライバーも縦距離を意識しなきゃいけないんだけど、その中にも縦距離が一番薄いクラブがドライバーなのよ、一番飛ぶのに。そうだからドライバー14回コースで使うんだけど、14発置きに行くショットでスコアを作りに行く人も全然いるからね。それが要は自分のショットのアベレージになってくるから、でそれができてくると自信が出てくるから、その置きに行くショットが触れてくるわけよ。したらその答えがパワーフェードになってくるの。そうだからドローをバチ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 打つのもすごい気持ちいいし、めっちゃかっこいいんだけど、でもそのかっこよさと気持ちよさを取るのかスコアを取るのかにやっぱなってくるんだよね、上達してくると。そう結局スコアになってくると思うんだよね。そうすると練習方法も絶対変わるから。最近ねまたパワーフェード流行りだしてやってるけど、置きに行くイコール緩むじゃないし、しっかり振らなきゃいけないんだけど、練習から多少球筋を意識して打つ練習っていうのはすごい大切。それをやってあげた方がいいね。ね、まっすぐは打たない方がいいね。僕コースとか試合とかでまっすぐは打とうとしてないですけど、結果的にまっすぐになっちゃった球は何発もありますよ。でも最初からあそこにフェアウェイ真っ二つって言ってストレートボールを打とうとしたことはない。それはもう絶対だね。もうそんな難しいことコースではやらないから、それよりももう確率のどんどん高い方を選んでボールは打ってった、絶対そっちの方がコースでは役に立つんで、ぜひやってみていただきたいポイントになりますんで、今回はですねドライバーの練習方法について話しました。
練習方法見つかっちゃったという動画ですね、撮っていきましたので、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。